はい、どうも KB です。今日はですね、チェンジアップをちょっとやってみたいと思いますね。でチェンジアップっていうのは、まあ、音符が変わるものだと思ってもらえればいいかなと思うんですけど、四分音符から始め、四分、八分、三連、十六分っていうのを、そうだな、4小節とか2小節やってもらって、で、16部終わったらまた四分音符に変えるっていうやり方なんですけど、ちょっと最初に基本的な感じでやってみますね。できる人はこうやって瞬時にやっていってもらえればいいとは思うんですけど、割とそのチェンジアップがうまくいかないっていう人はどうしたらいいのかっていう練習方法をちょっと今日教えたいと思いますね。で人それぞれやっぱやり方ってあると思うんですけど、まあ、あくまでも個人的なやり方ですね。そうですね、ちょっといいメトロノームですと、こういう風に四分音符でダイヤル回すだけで八分音符、ダイヤルを回せば十六分音符っていう感じで、ダイヤルを回すだけで細かい音符が出せるんですけど、で四分、八分、三連、十六分ですよね。なのでそれをもう一気に全部出しちゃいます。これでもう全部鳴ってることになるんですけど、2、3、4、これで合わせます。これのすごい面白いところっていうのは、四分、八分、十六分をやってる時には必ず三連符が聞こえるんですよ。で三連をやって、三連が綺麗にはまってると、三連符をやってる時に十六分音符が聞こえるんですよ。なので八をやってて三連符がもう聞こえるっていうことは、ちゃんとこれが八がキープできれば、次の三連符はこういう音符なんだよっていうのが、もうメトロノームが道しるべになってくれてるんですよ。なのでそれで3連を合わせて、で3連をやってる時に16分音符が聞こえるので、今度その3連をキープしつつ16分音符の道しるべをメトロノームがしてくれてるっていう感じなので、そこで3連からすぐ16分音符っていう感じでいけるとは思うので、これ個人的によくやった練習ですし、チェンジアップができない人かなりおすすめだと思うので、ちょっとこれ試しにやってみてもらいたいですね。以上です。